で、まあ、唯一日本と海外で違うのは、その原作への理解度というのはだいぶ違いがあります。海外の人たちっていうのは日本の作品をトランスレーションして見てる、で日本語勉強して見てるけど日本では生活したことないとかっていうパターンが往々にしてあって 100% で理解できてないんですよ。例えば、一コマ目に A さんと B さんがいて、 A さんと B さんが C さんの話をしてます。でその次のコマを開けて C さんがクシュンってくしゃみをして始まる。これの意味が分からない。噂をしたらくしゃみをするの意味が分からない。でもそれが分かんないと情緒って伝わらなかったり間が伝わらなかったりするじゃない。だからそういう、なんだろうな、本当に細かいところでニュアンスが違って伝わらなかったり、だからそういうところに差があるだけで、あとは世界中コスプレに対するものは同じかなと思っております。とにかくね、やってみたら分かるけどねすごくね楽しい世界ですよね。まあ、なんでかって言ったら遊びだからなんだけど、真面目にやってしまうとね意外と辛い世界なんだけど、遊びでやる分にはすごくいい世界。とにかくコスプレっていうのはね、漠然として楽しいものだ、人に気持ちを伝えられて気持ちのいいものだっていうのをまず理解してください。まあ、それは見てればね分かると思うんだけど、でも見てる以上にね、こう言葉にはできない気持ち、僕もねライターなんだけどね、そのコスプレの良さとかっていうのがね今までね伝えられないでいるのよ。でそのコスプレのをするための気持ちみたいのっていうのがね一言だけあるんだけど、実はこれ僕の言葉じゃなくて、ある日ねテレビでアニメ見てたんですよ。銀魂見てたのね。したら黒バッグにさ白目でバーンってさ、全然関係ないタイトルなんだけどさ、コスプレするなら心まで飾れっていう言葉が出てきてさ、俺ピクッとしてさ、あこれだったと思って本当にコスプレっていうのはその見てくれることも大事なんですけども後々にね、だんだんね、心の話になってくるんですよ。うん、で心が伴ってるコスプレ、伴ってないコスプレっていうのが存在して、その正しいコスプレというか、正しく伝わるコスプレっていうのは、やっぱり自分がね、作り手だった場合にね、そのファンの子がやってくれて嬉しいコスプレ、そういうのをやっていければいいなと思っています。